ゲンさんもキャラ強いよな。強いですよ。ゲンさん強いわ。普段あのキャラやから、なんかちょっと外れたことやったら全部おもろいもんな。うん、でも意外に本人外れてるじゃないですか。うん、こう吹っ飛んでるんで、ゲンさんって、うん、そう。めっちゃおもろいんですよね、そこが。ね、ゲンさん好きな。ゲンさんいいよな。あとゲンさん下ネタに弱いとこめっちゃ好き。いや大好き。弱いというか大好きなんだ。大好き。そう。下ネタゴシップ系好きですもんね。最近ゲンさんマリオカート上手くなって、うん、あのバックスナとかめちゃくちゃするよするんですけど、うんうん、俺に当てた時だけ喜び方がマジで異常なんだ。めちゃおもろい、ほんとに。かかって笑いますよね。大爆笑してるからね、ゲンさん。マリカ、マジでレベル上がりすぎて、やべえ、うん、もうついていけねえ。えぐい。伊豆さんもたまに厳しそうな時あるもんね、最近。普通になんかカスタムとかで遊んだら勝てなくなってるんで、もう。へ、う、ぇ、ん、やばすぎるやろ。マジで強いです、みんな。そう。伊豆が負けんのやばいよな。うん、やばいですよね、最近負けると、なんか、煽りが尋常じゃない量飛んでくるんで。まあ、溜まってたんだろうな、マジで。本当に。この前、マジですごかった、ほんまに。やばかったね、あれね。あれやばかったですよね、もう。いや、マジで、その。僕が煽られて味方一人でもいるかなって四方八方見えたんですけど、うん、誰も味方いなかったっていう。囲まれてましたね。アベレージアルマメイヤーが3人が多分もう一生言ってたって感じで、実はなんか苦しくなって胸叩いてメンタルメンタルとか言ってたもん。でも俺は知ってる、伊豆が最近あの試合形式で勝てなくて苦しんでいるんだろう。知ってるぞ。いやでもちゃんと今日はでもちょっと、うん、ガチです。今日遅れた理由がそのマリオカートの大会みたいなのがあったんですけど、うんうんうん、でね、あの強いとこ倒してきたんで、おお、やっと勝利だ。落ちした。素晴らしい。ナイスです。エンタル復活したんだ。エンタル復活しました、これで。これか。